まあ仕方ないことだとは思うんですけど、そこで今ランナープレーになりまして、長くまあ相手にね投げさせてバッターランナーをセカンドまでまあやらせたのはもうそれでまあランナーとしての仕事終わりかなと思いますけどね。そして4番に今日も座ります中田翔、初球打ち抜いて上がった、大きな打球がレフトスタンドへ、最後は少年もナイスキャッチ。1回表ファイターズ中田翔の先制ツーランが飛び出しました。大橋のこの初球を逃しませんでした。中田翔の第9号、5月に入っては4本目、1回の表ファイターズ2点を先制です。いやこの少年も見事でしたけども、ナイスキャッチでしたね、まあ、とにかく中田のバッティング素晴らしいバッティングでした。不用意に行ってしまいましたね、スーッと入ったものをね、そうですね、甘く入ってしまいましたよね、完璧に捉えました中田翔。1回の表日本ハム2点を先制。4月なかなかヒットも出ないような時期もあったんですが、5月に入ったホームラン出始めてますね。そうですね、まあね、バイオリズムがあると思うんです。いい時があれば悪い時があると思うんですけど、その中で少しずつ5月に入って調子が上がってきてるのかなと思いますけどね、しかし1回の表中田翔のツーランホームランがいきなり飛び出しました。ファイターズが2点を先制です。